はい、皆さんこんにちは、藤本です。さあ今日はですね、こうしつけを使う時のこのご褒美、これをご褒美なしでできること、しつけができることが果たしてゴールなんでしょうか、これについて今日お話しさせてもらおうかなと思います。こうね、しつけ最初ね、こうトイレとか、まあ、歯磨きとかブラッシングとか、まあ、何でもいいんですけどね、ご褒美使っていくじゃないですか。最初こう褒めてしつけようってやっていくんですけども、慣れてくるとどうしてもね、あーなんかめんどくさいなーって形になってくるわけなんですよ。ね、服着せるのもスポットやってからご褒美とかってやってたけども、なんかめんどくさいなーね。だけどそのね、たまにこうね、ご褒美なしでできるんですみたいな形でしっかりとね、あのお伝えされる方も多いんですけども、果たしてそれが本当に正しいゴールなのか、それはもうめんどくさいからって言って人のエゴになってないかっていうところをね、今日お話しさせてもらおうかなと思いますので、ね、これもう毎回ご褒美やってたけど、これいつやめたらいいのかな、もうしっかりやめていいのかな、それともずっとあげたらいいのかな、ね、そういった迷われる方多いと思いますので、ぜひね参考にしてほしいかなと思います。では本題に入る前にお知らせなんですけども、この YouTube の他にですね、ブログ、あと Instagram しています。ブログの方は僕の思いをお話しさせてもらったりだとか、 Instagram に関してはここ行こうっていう僕のお店のやつをアップしています。下の概要欄からチェックできます。よかったらチェックしてみてください。はい、ではこれですね、こうご褒美なしでできることが果たして本当にしつけなのかね、ということなんですけれども、結論から言うと、僕はまあそれがゴールとは思っていないです。はい、ご褒美なしでできることが何もすごいとは思わないってことです。何にもです。1ミリも思わないですね。はい、で僕からするとですよ、もうこれは人それぞれ価値観がね、いろいろあるから、まあ、これが絶対の答えですわけはないんですけども、しつけはなぜするのかってことです。しつけのゴールは果たしてご褒美がなしでできることが、そこがゴールなんでしょうかってことですね。しつけのゴールっていうのは本来は飼い主さんと子犬ちゃんね、そのまあ言ったら生き物も違うければね、血もつながってないわけですよ。ね、その関係性が全くないところをしっかりと関係性を育むためにしつけってするんだと僕は思ってるんですよね。例えばそうブラッシングを、ね、するとかでもいいですよ。ワンちゃんたちはなんでブラッシングを、ね、するのかが全くわからない、ねね、じーっとブラッシングをじーっとこうお母さん膝元とかで、ね、じーっとしてガリ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 ってされることなんか全く意味わかんないんですよ。でそれをねブラッシングでご褒美出してガチャガチャガチャってやってしまうね。それをねやっと続けていくと、お母さんがすることってなんかすることってなんかガリガリされる嫌なことが多いよね。だからブラシを持っても喜んでこないんです。皆さんどうですか、ブラシを持ったら、あーブラシするブラッシングするって来るのがブラシですよ。来ないのですよ、ブラシじゃないですかね。捕まえるとか逃げ回って追いかけが始まるとか、もうこんな絶望の顔するぞ、それブラッシングじゃないです、ただの虐待です。はい、でそれをねブラッシングなしでするっていうのはやはりいかがなものなのかなと思うんですよね。皆さんもどうです、ちなみにお仕事、ね、されてる方いらっしゃったら、ね、仕事バリバリ朝からまんまやるじゃないですか。はい、じゃあ給料なしです言われたらどうです、喜んでそれも続けてできますか。もちろんね、もう仕事ね、お金くれなくても、僕もそうなんですけど、お金くれなくてもできちゃいますっていう、ね、パターンはいいと思うんですけど、それって発展はしないんですよね。ね、僕もここ行こうも、ね、お金をいただいて初めて発展できるんで、ね、いくら好きでも発展できないから、それで僕のやりたいことがなくなってくるから、しっかりもらうってことをやってるわけですよ。ね、だからワンちゃん、これちょっと意味は違うんですけどね、ご褒美の意味は違うんですけども、分かりやすくお伝えするために、ねね、ご褒美、給料なしであなたが皆さんできますかってことなんです。じゃあ皆さんワンちゃんもご褒美、ね、給料を上げてあげてくださいねってことです。これね、実は意味は違います。意味は違うんですけどもね、イメージが分かりやすくするためにお伝えしました。はい、ね、給料なしでできるのであればいいんですけども、皆さん生活もありますよね。絶対必要になってくるものなんです。だからワンちゃんにもしっかりご褒美をあげてあげましょうねってことです。何度も言います。意味は違いますけども、意味が分かりやすくするために言いました。はい、なのでね、結論ね、何のためにしつけをするのかっていうのを今一度考えていただいて、じゃあご褒美って必要だよねってことにはたどり着くわけなんですよ。ね、皆さんも教えてください、よかったら。ね、ああ目的ね、結構忘れてたのなとか。ね、こんな感じで私はしつけね、していましたから、よかったらコメント欄でね、教えてほしいのか、欲しいかなと思います。はい、じゃあ、どうしたらいいのかですよね。ね、結構大変じゃないですか。ご褒美あげるのもね、ああ、どうしようかなって言ってくるわけですよ。ね、ね、ずっとあげたらいいのか、それともね、どうしてあげたらいいのか。それを、ね、解決させてお話ししてもらおうかなと思いますので、宿題、ぜひチェックしてみてください。では、今日の宿題はこれです。
はい、先生、今日はご褒美ね、あげなくなるのが果たしてゴールなんですかってことでお話させてもらいました。けど、じゃあ一体ご褒美の使い方でね、悩むじゃないですか。どうしたらいいんだろうなと。で、じゃあ、しつけの法則としましては、やり方があります。やり方、最初は毎回やる、最初は毎回トイレを成功したら毎回やる、毎回よくできたね、よくできたね、よくできたね。じゃあこれがですよ、ほぼほぼ 100% になった、もう 99% ほぼ成功できるようになってきた。であれば、不定期にしていくんです。不定期です。2回に1回にして、3回に1回にして、4回に1回にしてっていうのをランダムにご褒美を出していくんです。だから毎回じゃなくていいですよってことです。それきっちりそれも2回に1回とかじゃなくてもいいですね。それも適当でいいです。適当に3回に1回したり2回に1回したりするってわけですね。っていうのでさらにね、トイレのね、もう実は学びっていうのが深くなっていくんですよ。より成功率が上がってくるっていう法則があるんです。なので最初は毎回で、できるようになってきたら定期に上げていくっていうのをコツとしてやってほしいかなと思います。ただし歯磨きとかブラッシングとかはね、やっぱりこう物理的なもの、全く意味がわからない、本能にないものはやっぱ毎回上げて上げるっていうのが理想かなと考えておりますので、ぜひね、参考にしてほしいかなと思います。ご褒美を一つ上げるにしてもね、やっぱりしつけっていうのは基本中の基本です。ここを押さえておかないとね、しつけってガタッと崩れるわけなんですよね。まあ、こういうチャンネルでしつけ教えることたくさんあると思います。ご褒美の使い方一つもね、難しいですよね。はい、うちで言うと、概要欄の方にですね、高校行く入学説明会というのがあります。よかったらそちらもね、チェックしていただきたいと思います。というわけでまた明日お会いしましょう。さよなら。